皆さんこんにちは、大分のサバゲー YouTuber マッキーです。今回はですね、谷横馬バトンエアソフトのコラボレーションモデル BS オスト CO2GBB、 これをご紹介していきます。まずは箱出しからスタート。そしてそのフォルムをぐるっとじっくりご覧ください。でせっかくなんで初速を測定したり打って、まあ、レビューしてみたいと思います。この銃もまたかっこいいですね。そうですね、あの谷横馬バトンっていう、まあ、谷横馬っていうメーカーとバトンさんっていうメーカーをコラボレーションして作った銃ですね。で、まあ、丸いなんかでいうとあのハイキャパに相当します。はいはいはい、あのこのマガジン自体はハイキャパとほとんど同じなんですけど、まあ、CO2 が入るマガジンですね。あと特徴的なのは、ここの部分、リアサイトの部分を外すと丸いのダットサイトが載せられます。へえ、それは互換性があるんですね。そうですね、うん、あとあの、先っぽのこのネジの部分を外すとサイレンサーとかが簡単につけられる。これ美味しいですね。そうですね、これは、うん、後付けで買ったりするとそれだけで 4,5,000円したりするので、うん、まあ、大変いいと思います。全体的なフォルムがごつくてかっこいいですね。そうですね、あのグリップもちょっとこう鱗みたいなものになってて、まあ、握り心地もなかなかいいと思います。握ってみていいですか。はい。あー、これはねかなりずっしりきますね。重いですね。そうですね、かなり重たいです。ミドルフレームが別体にちょっとなってるんで、少し重たくなってますね。あの全体的なフォルムがかなりエッジが効いてて、この辺が武骨な美しさというか、まあ、造形美ですね。そうですね、すごく重厚感があります。このグリップもかなり太いので、これでグローブをすると多分指が長い人じゃないと回りきれないかなとは思うんだけど、そこはなんかこうワイルドな感じがして、これはこれでいいと思います。ちょっと10分ぐらい持ったらかなり腕にきそうな感じしますね。結構重たい方の部類ですね。こういうところも肉抜きされてるし、ここの造形もものすごく凝ってますね。でここもうすでにライトなどつけられるようになってますんで、ここがロックになってて、このロックを下げる、そうするとこれが抜けるで、このマイナスのネジを緩めるとそこにガスが入りますよってことですね。これでもすごい便利ですね。そうですね、まあ CO2 自体も比較的今値段が安いので、逆に今フロンが値段が高くなっているのを考えると、まあ、コストパフォーマンスはそんな悪くないと思います。で一応これで打てるようになります。測定の結果、ご覧の数値が出ました。いってみます。おいい音、なんか強そうだね。初速も結構速いですからね。おあ、今の時点でちょっと上に上がるかな。菅さん、結構反動大きいですね。そうですね、うん、結構リコイルショックが激しい、スライドスピードも速いですね、うん、まあ、正直な話、僕ぐらいのライトユーザーだったらちょっと CO2 って慣れが必要ですね。まあそうですね、普通のフロンに比べると反動がちょっとビビっちゃうかもしれないですね、うん、ビビる。で特に夏だから、はい、余計にこうパコーンってくるんで。そうですね、これはやっぱり結構狙っていかないと、どんなに大きい的であってもなかなか当たらないですね。そうかもしれないですね。ただこの CO2 のやっぱすごいところって、その秋口からのもう普通のフロンだったら勝負にならないところでバンバン動く。そうですね、冷えには強いですね。これは皆さんいいですよ。これ急がないとなくなっちゃう
今回の動画いかがだったでしょうか。実は僕が今一番欲しい銃だったりします。このパワー、そしてこのワイルドなフォルム、ぜひ皆さんもいかがでしょうか。ということで僕マッキーとはまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。